この矢だ。この矢を何者かが放たなければ貴様は死んでいたのだ。剣、待つんだ。その男には3日間の命を与えた。すぐに殺しては俺の恐怖は伝わらん。だが3日間の命を与えられた者は3日間死の恐怖に怯え、嘆き、そして悲しみ抜くのだ。その恐怖はやがて伝説となり、そしてこの剣王の名を絶大にする。その男も飛行神結集をついてある。3日後、全身から血を吹き流して死ぬことになる。剣、今のお前ではラオウにはかなわん。絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。ケンシロウ、貴様はまだ己の剣の質を知らん。俺が恐れたのは唯一時の剣だけだ。急ごう、ケンシロウはまだラオウと戦う時ではない。え、激流を制するは制水。激流に対して激流で立ち向かっても飲み込まれ砕かれるだけだ。マミヤさん、下がってなさい。レイと剣が向かった村から煙が。急ごう、ケンシロウはまだラオウと戦う時ではない。激流に対し激流で立ち向かっても飲み込まれ砕かれるだけだ。これだけは胸に叩き込んでおけ。お前はこの時代に必要な男。リンやバット、みんなのために生き続けなければならんのだ。
ったか。ケンシロウ、命は投げ捨てるものではない。ケンシロウ、レイはやがて来る己の死すら忘れ、お前の身を案じている。レイはお前に全ての夢を託しているのだ。男の心を無駄にしてはならぬ。お前は生きてこの時代を見届けねばならぬのだ。だがたとえ 99% の勝機はなくても。いや、今のお前には残り 1% の勝機もない。闘気とは非常の血によって生まれるもの。お前も深夜ジャギとの非常の戦いの末に闘気をまとうことができた。だがラオウとお前とでは非常さが違う。ラオウは我らが妖婦竜剣王のその非常な手にかけた。バカな、病死ではなかったのか。勝者がケンシロウと決まった今、ここに残っても仕方あるまい。ならば北斗神拳を捨てるがよ。言ったはずだ。俺は天を握ると。捨てる気なら貴様の養子になど最初からならぬ。一子相伝が北斗神拳の掟。お前の剣を封じなければなるまい。北斗神拳奥義、七星天心。これは龍拳の動きは北斗七星の動き。北斗七星はなぜに死を司る星と言われるか教えてやろう。人間の動きの中に七つの四角がある。その四角をたどれば北斗七星の形となるのだ。殺しはせぬ。その拳だけ二度と使えぬようにするだけだ。こんな時神は俺に運を与えた。やはり神はこの俺と戦いたがっている。今一度神よ、一瞬の命を。死ね。時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。下がっていろ、ケンシロウ。見ることもまた戦いだ。私の剣、私の戦い方はいずれ必ずお前の役に立つ時が来るだろう。こう新探中をついた。お前の体は私の声がかからぬ限り動かぬ。時やめるんだ。北斗神拳の戦いに2対1はない。お前は北斗神拳の正当な伝承者であることを忘れてはならぬ。死を覚悟している。時の死によって剣に何を伝えようというのか。行くぞ、ラオウ。
王ではない剣王と呼べ。今や天を目指す俺の剣を見せてやるわ。様も俺を倒せる腕がありながら老いと病に果てる時、貴様はきっと視聴性を見たのであろう。しかし貴様への死の使者は病ではなくこの俺だったのだ。ケン、助けて。あの人、ケン、動いて。動かぬのだ。ドキー、飛行幕から俺を解き放ってくれ。トキは動かぬ。トキは己の信念のみに死ぬ男。なぜ今剣を解き放てば確実にラオウを倒せるのに。一子相伝の北斗神拳、1800年の歴史は俺たちが思うよりはるかに崇高で重い。それを時は剣に死をもって教えようとしている。もう俺の剣を流すことはできぬ。貴様は自分の剣を封じられたのだ。俺はただ待っていればいい。病の貴様の体が流血に耐えられなくなるのをな。ケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。やめろ、ドキめきった。ドキの命もらった。やめておけ。そんなもので俺は倒せぬぞ。マミア、やめろ。ボウガンなど役に立たん。北斗神拳には西真空波がある。矢を放った人間にその矢が返ってくるぞ。でも今戦えるのは私だけ。よかろう、撃ってくるがいい。やめろ、ラオウ、やめてくれ。その女だけは殺さないでくれ。レイ。おお、貴様、この女を。そうだ、その女マミアは俺に愛というものを教えてくれた。たった一人の女だ。ありがとう、レイ。あなたのその気持ちだけでこんな時代でも生きていてよかったと思う。マミア、小さな光が消えてしまう。救えるのはケンしかいないのよ。
貴様、トキの飛行幕を破ったのか。ケンシロウ。破ったのは俺の肉体ではない。あくまでも人間として生きる汚れなき心。心が飛行を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく創世だ。伝説は終わったんだ。元王の帝国は崩壊した。ラオウ、今はされ相打ちはお前も望まぬだろう。剣よ、今日が終わりではない。今日が貴様と俺の戦いの始まりなのだ。俺は天を掴む男。俺は俺の帝国を築くまでは決して死なん。俺は剣王。剣王は決して膝など地につかぬ。部下は去り、残された者はあの馬のみ。
奴もまた孤独。